やっぱりこのまま黙っているわけにはいかない。兄貴、それにみんな聞いてくれ。オイラには告白しなきゃならないことがあるんだ。まだ隠してることがあるのかよ。男らしく正直に最初から全部言えよね。あら、自分の魔界が滅ぼされたことを秘密にしていたあなたがどの口でおっしゃっているのかしら。まあまあ皆さん、ゼロッケンさんのお話を聞きましょうですぴょん。実はな、オイラが魔王っていうのも嘘なんだ。それは人が見た時から分かっていたが。え、それってひどくね。告白することはそれで終わりですか。うん、カレーが食べたくなってきましたです。いや、もっと大事な告白があるんだ。実はオイラ、ゴルディオンが魔将軍ブラッティスに変わっていく一部始終を見ていたんだ。ほほう、興味深い話ですね。詳しく聞かせてもらいましょうか。あれはゴルディオンがオイラのことを信頼してくれるようになってからのことだった。ゴルディオンを捕らえたロストの連中は傷が完全に癒えるのを待たずに激しい拷問を開始した。世話係だったオイラはその拷問がどれだけひどいものだったか手に取るように分かった。ロストの連中はゴルディオンを服従させようと必死になって拷問を続けた。でもゴルディオンは屈しなかった。何時間も何日も続く拷問に耐え抜いたんだ。オイラは大魔剣ゴルディオンの武勇伝を聞いて憧れていたけど、この時あの人の強さがただ力や技が強いだけじゃないと知ったんだ。オイラはあんなに強くて、そして気高い男を他に知らない。ゴルディオンは心に魔界を宿している魔王だって話は有名だけど、その意味が分かった気がした。オイラもゴルディオンみたいに強くなりたい、改めてそう思った。けど。けどどうしたんだ。待て、ボイドダークが現れたんだ。なるほど、魔帝ボイドダーク自らの手によって魔力による洗脳を施されたんですね。オイラには何もできなかった。止めたいと思ったけど、死ぬのが怖くて震えが止まらなくて、そして最後には見ていられなくなって逃げ出してしまったんだ。無理もありませんですぴょん。その時止めに入っていたとしても殺されていただけですぴょん。いや、そんなのは言い訳だ。オイラは憧れのゴルディオンを助けようとせずに逃げ出してしまった。最低の卑怯者なんだ。ゼロッケ、お前の気持ちは分かった。だが大事なのは今じゃない、これからだ。お前はそのまま自分を責め続けながらこれからも生きていくつもりなのか。そんなの絶対に嫌だ。このまま卑怯者として生きるのも死ぬのも絶対にごめんだ。ならどうする。もっともっと強い男に、ゴルディオンのような強い男になりたい。んじゃなれよ。え、なりたいのならなればよろしいじゃありませんの。でもそんなに簡単には。難しいからやめちゃうんですかぴょん。そんなことじゃ絶対に強い男にはなれませんね。違う。オイラは絶対に強い男になってみせるんだ。
出撃する。新しいおもちゃ？何するのギー？どうする？チャージビード！かーい！それ！チャージビード！かーい！そこだね。ここからが勝負だ。弱き者よ、俺様についてこい。超絶暴れてやるぜ。よっと。死に乗るな。本って言うな。こんな、コンビニ弁当、俺様の力だ。超絶すげえな。止め、あんたじゃ無理よ。こんな、また強くなってしまったな。俺様にひれ伏せ。助けますよ。強くならなければ。また強くなりました。あっ、何するブギー。力がみなぎる。すべての男は私のしもべですわ。ほっ、エディ。
私の名前を言ってみな。エリー、エリー、エリよくやってくれた。まだだ。こんな調子じゃ最終奥義なんて到底極められない。何度でも言うが、最終奥義を極めるために必要なのは心だ。どれだけ戦いや修行を重ねようとも、心が伴わなければ最終奥義は発動しない。心か。卑怯者で弱虫のオイラに無理なのかもしれないな。卑怯者の上に弱虫、どういうことですかぴょ。オイラ、洗脳されていくゴルディオンを見捨てて逃げ出した後、せめてもの償いと思ってロストと戦うことにしたんだ。ゴルディオンへの罪滅ぼしをしたかった。あの人に教えてもらった技を使ってロストの連中に復讐してやりたかった。でも所詮は憧れの英雄を見捨てて逃げ出すようなオイラだ。危ない状況になったらすぐに逃げ出す。自分よりも弱い雑魚としか戦わない。どうしようもない腰抜けの弱虫なんだ。何がゴルディオンの意志を継ぐだ。本当はオイラにはそんな資格はないんだ。俺はそうは思わないがな。お前にはゴルディオンの意志を継ぐ資格がある。なんだよ兄貴、お情けの慰めならよしてくれ。ゼロッケン、お前は俺が超魔竜を使うのを見て果敢に戦いを挑んできた。ブラッディスとの戦いの時も一度目は危険を顧みずに俺たちを救った。二度目は命がけで共に戦った。それらは全てゴルディオンのため。違うか。お前のゴルディオンを思う心、それは間違いなく本物だ。兄貴。ゼロッケ、お前は俺なんかに比べれば師匠思いの立派な弟子だ。お前ならゴルディオンのように心に魔界を宿す魔王にだってなれるさ。兄貴、こんな俺を弟弟子だと認めてくれるのか。ああ、兄貴よせ、くっつくな。ちょっとお待ちなさい。それは私のものですわよ。まあまあセラフィーヌさん、今だけは見逃してあげましょうぴょ。ヒリアのやつもなんだかんだ言いながら面倒見がいいよな。とても悪魔とは思えないぜ。まったくです。こんな悪魔がいるとは信じられないぐらいですね。でもそのおかげでゼロッケン君が心に抱えているものが明らかになりました。
あとはゼロッケン君がそれを克服さえすれば、いよいよ超魔流最終奥義の発動です。魔界病院へようこそ。ようこそ。始めるか。一仕事終えました。
いい人材が揃ってるぜ。骨が折れますね。占ってほしいの？